も可愛かったです、はい、細いのにぶっ飛ばす心ちゃんですいつもインスタで見てますが実物は超可愛かったです。ドライバーの飛距離だいたい160ぐらいです。65ぐらいです。170ぐらいです。仕事で始めました。私も同じく仕事で始めるきっかけです。私は、ちょっと子育ても一段落して主人もやってたので軽い気持ちで始めました。友達が、70歳の夫婦が仲良くゴルフしてるよっていうのをなんか教えてくれてて、で今から始めるんだったらなんかこう私背も低いけどなんかゴルフだったらこう本当にこう戦いフェアでできるかなと思って始めました。今日は全員100切りします。純のぺです。特に決めてないんですけど今日も来てるアルチビオです。キャロウェイが好きです。私はファーリーゲイツが好きです。今日はキャロウェイで来ました。7番ウッド。私はサンドが好きです。私はドライバーです。岡山出身なんですけど東寺ヶ丘っていう綺麗なゴルフ場、そこが一番好きですね。西脇のゴールデンバレーです。すごく難しいコースですけれども楽しんで回らせていただいております。子っていうのは特にないんですけど今のところベストスコアが出たベアーズジャパンカントリークラブです。私は福岡出身なんですけれども志摩シーサイドカントリークラブっていう、海がそばにあってすごいリゾートな感じのゴルフ場があるんですけれどもそこが一番好きです。いくよー。はい、いいよ。オッケーオッケー。おお、めっちゃいい。あ、これもいいよ。はい、はい、チーズ。オッケー。うまい。なるほど。うまい。なるほど。うまい。ナイス。じゃあぜひ皆さんいい笑顔でお願いします。はい、チーズ。長いんで本当飛ばしすぎないで、はい、自分のペースで行ってください。行ってください。はい、チーズ。ボール。はい、チーズ。はい、チーズ。あの木の根元にあるんですけど。やった、やった、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあボールもらってください。
ャリーさんを信じてみんな。ウサギが後ろにいる。キャリーさんの言われたところに打ってくださいね。さて今日のポイントなんですが、ピンクということで、ワンピースにしてきました。リンゴルフのタイアップということで、ココロちゃんがイメージモデルをしている16匹着てきました。インディゴに合わせてスカートとバイザーを合わせました。ピンクということで、まあ、ピンクのスカートと、今日参加賞でも入っているキスオンザグリーンさんのピンクの靴下を早速履かせていただいてます。そしてマスク、日焼け厳禁です。頑張ります。ファイトリストです。私はゼクションのエアロスピンです。タイトリストの V1 です。ウィソンです。後半も頑張ります。私はインスタグラムやってます。はい、さっきストーリーあげてた、ね、インスタグラムやってます。ちやきアンダーバー204です。お願いします。ゴルフのスコアばっかり上げてます。ただのゴルフバカです。インスタグラムやってます。インスタグラムやってます。月のラウンド数は15回前後くらいです。やばい聞いてるやん。4回から6回です。午前が今年のぶっちぎりのワーストなので、昼からはちょっと巻き返したいと思います。月は、1、2回です。1回から3回くらいです。まだ一度も見たことがございません。今後ちょっと見せていただきたいなと思っております。私リンゴルフ見てます。ココロちゃん応援してます。私も見たことないです。なんか関東ばっかりで関西あんまり関係ないかなと思ってたんですけど、これをきっかけに見てみたいと思います。私は毎日っていうぐらい YouTube 開いてアップされるたびに結構見てます。ココロちゃんに会うためです。女性ゴルファーとたくさん出会いたいために参加させてもらいました。ココロちゃんに会いたかったからです。ここからはアンダー目指して頑張ります。可愛い女子に会うためです。はい、ドライバーはホンマを使ってます。エンジェルを使ってます。マルマンを使ってます。タイトリスト VG3 を使っています。女子だけでゴルフするのが初めてで、すごく今日は楽しいです。はい、チーズ。はい、チーズ。
さん頑張ってください。はい、力を出し切って疲れています。ですが来てくれた方全員に喜んでもらえました。まあ初のコンペではいろいろありましたわ。本当にそう、まさかホールインワンが出るなんて思ってませんでした。これはちょっとホールインワン賞を来次のコンペからは作っておくべきだなと。ポルシェ、ポルシェ、ポルシェね、はい、では皆さん次のコンペはまだ決まっておりません、まあ、できれば秋に。目指すは関東リンゴルフコンペなんですが少々お待ちくださいませ。内容を詰めております。うまくいけば11月に行えたらななんて考えてます。では皆さん、神戸からリンゴルフスタッフ一同全力を尽くしました。関西降臨成功したんではないでしょうか。自分のこと降臨って言わない。ではまた次のどこかでお会いしましょう。お疲れてね、何言ってるか分かんなくなっちゃいましたね。はい、またどっかでお会いしましょう。LPGA ステップアップツアー ECC レディースゴルフトーナメントが7月5日から開催されます。私、さゆさこころも本戦取材に行っちゃいます。詳細や当日券は概要欄のリンクにあるのでそちらを参考にしてもらえたら嬉しいです。現地に、ね、来られない方もトーナメントの模様がなんと生放送されちゃいます。なんでぜひ ECC の YouTube チャンネルでご覧ください。みんなで一緒にトーナメントを盛り上げましょう。バイバーイ。